マーカ・ヘンリー、マーカ・ヘンリー、マーク・ジェラルド・ヘンリー、1971年6月12日隊は、アメリカ合衆国テキサス州出身の下、ウェイトリフティング選手、現、プロレスラー、WWE 所属、セクシャルチョコレート、セクシュアルチョコレート、世界最強の男、ザ・ワールド、S、ストロング・キストマンのニックネームを持つ。日本語字幕では、 世界最強の男と訳されることが多いが、怪力世界一の意味の方が近い。プロレスラーとなる前は、重量を上げ選手として、1992年のバルセロナオリンピックに出場し、10位となる。1995年のパンアメリカン競技大会では、銀メダルを獲得した。1996年のアトランタオリンピックの後、WWF、 現 WWE トイレの10年契約を結び、プロレスラーへ転身。カルガリーにて、ハートファミリーのトレーニングを受け、1996年9月22日のジェリーローラー戦でデビューを果たす。当初は、元重量上げ選手であることを活かし、車をも持ち上げる怪力キャラクターのベビーフェイスとして登場。ほどなくしてファルーク率いる黒人政治結社。 ネーション・オブ・ドミネーション、ノットに加入し、ヒールに転向する。ノットの消滅後、セクシャルチョコレートを名乗るプレイボーイギミックに変身。チャイナとのデートなどのスキットを番組内で展開した。1999年には、元ノットのメンバーでもあったディーロ・ブラウンを下し、WWF ヨーロピアン王座を獲得。この時期に、ヘンリーが関わったアングルで特筆すべきは、2000年。 初頭に展開されたメイヤングとの恋愛ストーリーである。このストーリーはヘンリーとヤングが肉体関係を持ち妊娠したヤングが手だけを出産してしまうというものだった。これは WWE 市に残る人場面として有名なシーンである。同年体重オーバーによりオ米ベに降格。2001年から2002年始めまでは再び重量上げの大会などに参加するようになり、 ワールドストロンゲストマンコンテストにも出場した。2002年春、WWE がブランド分けを行った際は、スマックダウンにドラフト9位で指名され、1軍に復活。しかしほどなくして、足を故障、手術とリハビリのため、約1年にわたって欠場。2003年8月、RAW で復帰して、 当時、黒人の地位向上運動家ギミックのマネージャーだった、セオドア・ロングの部下となる。相変わらずの怪力で、ビル・ゴールドバーグや、ブロックレスナー何も対抗する存在として、活躍するが、2004年1月、RAW に移籍してきたばかりのクリス・ベノアとの、試合で肩を負傷し、再び手術となり長期欠場。2005年12月27日のスマックダウンで、突如、 MNM 対バティスタデイ・ミステリオとの試合に乱入し、約2年ぶりに WWE に復帰。バティスタがヘンリーとの試合中に怪我で、長期欠場に入ったため、代わってカートアングルとの交想を展開、デバリオマネージャーに世界ヘビー級王座にも挑戦。デッセルメイニア22では、ジ・アンダーテイカーと対戦し敗北。2006年7月7日、 構想途中だったバティスタがスマックダウンにて復帰。二人の決着は PPV のグレートアメリカンバッシュにてつけられることとなったが PPV 目前のサタデーナイト S メーンイベント薄いの試合でヘンリーが膝を負傷してしまいバティスタの対戦相手は急遽ミスターケネディに変更された。この怪我は深刻でありまたも長期欠場となってしまう。 2007年の5月にアンダーテイカーを襲い復帰。ケインと交想をした後は、ジョバーと対戦することが多く、アンフォーギベンで、アンダーテイカーの復帰に伴い対戦するも敗退。同年をもって、WWE との10年契約が切る一時は、レスラー引退という憶測も飛んだが、最終的には、WWE と再契約した。6月に行われたドラフトで ECWA 席。 6月29日に行われた PPV ナイトオブチャンピオンズでは、ケインの保持する ECW 王座をかけて、ビッグショー、ケインとトリプルスレッド形式で勝利し、新王者となる。翌週の ECW では、WWE 伝動者で往年の、名国人レスラー、トニー・アトラスが登場。微妙な絡みを見せ始める。またこの日のメイン戦では、トミードリーマーと対峙するが、 この試合でアトラスが乱入しドリーマーを襲撃。試合はノーコンテストに終わるもこの試合の特別リングアナウンサーであったアトラスはマーク・ヘンリーを勝者だと告げた。またその翌週の ECW では同団体のゼネラルマネージャーであるセオドア・ロングから銀色、新デザインの ECW オーザベルトを授与される。授与式にはアトラスを伴って登場したアトラスはこの日から ヘンリーのマネージャーに就任。7月のグレートアメリカンバッシュでは、トミー・ドリーマーを相手に、初めての ECW 王座の防衛戦を行う。アトラスとドリーマーの弟子である、コリン・デラニーの助けを仮防衛に成功する。8月に行われたサマースラムでは、同年の6月のドラフトで共にスマックダウンから、移籍してきたマット・ハーディーと自身の保持する ECW 王座をかけ対戦。 試合開始後すぐに、マットのツイストオブフェイトにより、フォールカウントを奪われそうになるも、セコンドにタートラスの介入を借り、反則最低での負けながら、王座の防衛に成功。9月のアンフォーギベンにてマット・ハーディー、ザミズ、チャボ・ゲゲロ、フィン・レイ。4人の ECW のレスラーを相手に、ECW 王座をかけたチャンピオンシップスクランブル戦へ出場。他の選手たちをパワーで圧倒したが、 試合時間残り3分で、マットが水を、フォールカウントしそのまま試合終了。結果マット・ハーディにタイトルを奪われることとなる。4月のレッセルメイニア XXV では、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチに出場。コーナーポストから場外へダイブしようとしたが、フィンレイに阻止される場面もあった。その後エヴァン・ボーンとの構想を経て、6月に RAW へ移籍する。 そして遺跡後初の試合で、オートンと対戦する。オートンは降参しようとしたがヘンリーは気にもせず、攻撃を続け勝利する。これにより、ベビーターンを押する。その後は、オートンの古文のコーディローデスや統一タッグ王者のクリス・ジェリコなどヒールから、次々と勝利を収めている。8月頃からは、MVP とタッグを組み、衣装も MVP のように背中にワールドストロンですと、 万の頭文字である WSM と刻まれたものを着用し始める。9月のブレイキングポイントでは、ジェリコとビッグショーの持つ統一タック王座に挑むが、王座獲得とはならなかった。2010年 NXT シーズン2にて、ラッキーキャノンを指導するプロとして登場。マネーインザ・バンクで行われたマネーインザ・バンクラダーマッチには、怪我をしたアールトゥルースの代わり出場。 はしごの上いる人をはしごごとなぎ倒したり、大剣闘を見せたが惜しくもカバンを取ることはできなかった。ナイト・オブ・チャンピオンズの WWE タッグ、王座戦では、エヴァン・ボーンと組み、ハート・ダイナスティを破り、暫定チャンピオンにあったウーソズ、ジミー・ウーソ&、ジェイ・ウーソを倒し暫定チャンピオンとなった。だが、コーディ・ローデス&、ドリュー・マッキンタイヤに敗れ、王座獲得とはならなかった。 これを機にボーンとタッグを組み活動していたが、フェードアウトし再びシングルに戻る。2011年、WWE ドラフトでは、スマックダウン遺跡が発表され、RAW 最後の試合では、ジョンシナを襲い、ヒールターンした。これまで王座とは、ほど遠い位置にいたが、イゴビックショ賞、シェーマスとの構想を経て、世界王座戦線に絡むようになり、ナイトオブチャンピオンズ2011では、 ランディオートンを破り、WWE での長いキャリアにおいて、初の世界ヘビー級座を獲得した。2012年、ロイヤル・ランブルでの世界王座戦や、レッスルマニアの12人タッグ戦の勝利チームに参加したが、長らく続いた足の痛みによって、負傷欠場。それから約1年後、エリミネーションチェンバー2013の予選期間中に、復帰。 オートンを倒して参加を決めたが、本戦での勝利はならなかった。その後レッスルマニアではライバックに勝利。4月9日のスマックダウンではシェーマスに暴行を加え、構想を始めたが、エクストリームルールズにおけるストラップマッチでの敗戦の直後、家に帰るとコメントし、それから次の p p v である、ペイバックの翌 RAW まで現れなかったが、 その間に引退をほのめかすツイートなどを投稿。RAW において、シナと観客たちの前で、涙の引退発表を言ったが、それは嘘。シナの意をつき、ワールドストロンゲストスラムを決め、さらに、WWE 王座挑戦までも決定したが、マネーインザ・バンク2013での王座戦を、STF でタップ負けした。その後ベビーターンしたがすぐに、 シールドに襲われ、ウーソズと組み構想する。さらには8月にビッグ・ショートも組み、シールド相手に優勢に構想を進めるも、欠場、11月のサバイバーシリーズにて、スキンヘッドになって復帰。ビッグ・イーと組シールドと構想したが、ヒーローじゃ時代からの強さはなくなっていた。2014年、サイドビッグ・ショート、組ワイアットファミリーと構想を繰り広げていたが、 アメリカを罵倒するルセフとの構想にシフトチェンジ。ビッグショーの手を借りることを良しとせずに一人で、アメリカの名誉のため戦ったが、ナイトオブチャンピオンズ2014内で行われた、試合にて敗北してしまった。その後ビッグ、ショーと共に、タック王座戦に出場するも、試合中の勝手なタッチに憤慨し、勝利目前で賞を裏切り敗戦させる。その後3度も、 必殺技を喰らわせその場を後にした。11月のサバイバーシリーズにて、セスロリンズ率いるチームオーソリティに入り、裏切りをしたビッグショーがいるチームシナと試合をし、試合開始早々ショーにノックアウトパンチを大あっさりと敗退してしまう。サバイバーシリーズ以降、しばらく登場していなかったが、3月12日放送のスマックダウンにて、ロマン・レインズがリング上で、 ブロックレスナー戦の意気込みを語っていたところに、久々に登場し、自分がレスナーに腕を折られたことを訴え、レスナーに勝てるのかと挑発した。それに対してレインズは、ヘンリーを尊敬していると返したが、いまいち逃げ切れないレインズを突き飛ばした。そして、これに対してレインズは、スーパーマンパンチをし、さらに場外で、ヘンリーを突き飛ばした。その後、控室のインタビューで、 もう大丈夫だと認め、ベビーターンした。3月16日の RAW にて、ケインらレッスルマニアで、アンドレザ・ジャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場するレスラーたちが、リング上に集結していた時に、ケインが、マクパフォーマンスをしていると、ヘンリーが登場し、自分も参加すると表明した。そして、ケインなど出場する面々を蹴散らしアピールした。3月19日。 WWE 殿堂入りすることが発表された。WWE プビー。アーノルドクラシック。マーク・ヘンリーは175ポンドのバーベルをあげた、史上最初の人物。また、規定以上を片手、右手だけであげた、史上最初の人物である。パンアメリカン競技大会。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。